皆さんこんにちは、シモンチャンネルです。1個前の動画でパワーラックを購入して、おお、組み立てが終わりました。トレーニングができるようになってきたんですけど、今日のこの動画では肩についてお話をしたいと思います。まあ、肩の重要性っていうのをすごく今感じてて、僕も最近ちょっとトレーニングを変えたんですよね。で、そのトレーニングの変化で肩がね、少しずつなんですけど去年より良くなってきたっていう風に感覚があるので、まあ何を変えたのかとか、僕がトレーニングするときに肩のサイドをトレーニングするときにね、意識しているコツとかを皆さんにこの動画を通してシェアしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで、今日は肩のサイド、肩の横の部分ですね、サイドについてお話をしていきます。で、フィジークとか、まあ、いろんなコンテストでもやっぱり肩が、いい選手っていうのが、まあ、結果を残されてて、まあ、肩の張り出しっていうのはすごく、重要になってくるんじゃないかなっていうふうに、感じてます。で、今日鍛えるのは肩の横、肩のサイドなんですけど、まあ、ポーズを取った時の、張り出し、まあ、フィジークのこうポーズ取った時のここのなんだろう、丸さというかね、シルエット、まあ、逆三角形の頂点、さっきも言ったんですけど、をこうですね、作っていく種目を、紹介します。で、すごくなんだろう、この今から紹介するのもサイドレイズなんですけど、ちょっとした変化を加えました。まあ、すごい単純なことなんですけど、それで僕のこの肩が少しずつこう進化していくのを感じているので、まあ、動画を通してなんだろう、皆さんにこうやってお話をしてるんですけど、今までは僕は普通のサイドレイズをなんだろう、スタンディング立って行っていました。で、最近変えたのはそのサイドレイズを、シーテッド、こういう椅子に座って、行うようにしました。で、やることは一緒ですね。椅子にこうやって腰掛けて、体少し前傾した状態からサイドレイズ、こういう今サイドレーズを、行っています。で、こういう風に、座ってやるシーテッドサイドレーズ、こういう風に座ってやるシーテッドサイドレーズの良さは、まあ、僕スタンディングでやってた時はやっぱりなんだろうな、こう体他の部位に頼る時がある、まあ、フォームが乱れやすいっていうのがあります。で、このシーテッドになると他の部位を動員しにくい、もうピンポイントで肩を使うことができるっていうメリットがあります。特にこういうフィジーク競技、ボディービルとかと少し違って、なんだろうな、こう V シェイプとか、その細いウエストになんだろう、広い肩幅っていうのが求められるので、まあ、肩は特にこうピンポイントでなんだろう、自分の思う理想的な肩をこう作り上げていく必要が、まあ、あると思ってて、まあ、特にその分他の肩よりもサイドレイズにはこう凝る、自分の合う形を探していく必要が、あると思います。なので、まあ、今この、シーテッドサイドレイズに変えて、行ってるんですけど、まあ、この、サイドレイズについてもなんだろう、まあ、皆さん知ってることもあるかもしれないんですけど、いくつか、ポイントというかね、まあ、肩に効かせるコツを、まあ、いくつか挙げていきます。まずは、ダンベルの握り方、ここにこの黒いダンベルがあるんですけど、4キロぐらいかな、ダンベルを握るときに、まあ、よく言うのが、小指強く握る、小指メインで、グリップするっていう風に言うんですけど、そのときに、ダンベルの真ん中を、で、そのときにダンベルの真ん中をなんとなく持つんじゃなくて、少しダンベルの親指側、ですね、親指側握ると、小指が中央に来ると思います。で、サイドレイズやるときって、小指薬指で握ることによって、まあ、肩のサイドに負荷を乗っけて、動作できるんですけど、まあ、それを実現するためには握る位置から大切なんですよね。ダンベルは少し親指側を握る、で、小指薬指を、メインで強くグリップします。で、この時の、親指は僕は外すか巻き込まないで、こういう風に斜めに握る、こうやって握り込むと人差し指側にも力が入ってしまうんですよね。
まあ、小指側で握りたいので親指に力が入らないようにこうやって外すか、親指は完全に外すサムレスをやって、もう一つ僕がサイドレーズをするときに、動作をするときに意識していることがあって、もう一個グリップについてなんですけど、ちょっと一回やってみます。この動作をする時の、手首なんですけど、手首を少し内側に、入れ込むっていうのも、考えてやってます。手首が内側に入ってない状態だとどうしても、まあ、僧帽筋だったり他の部位に頼って守りを上げてしまうっていうのがあって、よく多分皆さんも、よく聞くあのサイドレーズの、まあ、教えで、肘からリードして肘から上げるっていう風に聞くと思うんですけど、まあ、肘から上げるためには手首がねちょっとこう曲がった状態だとすごくスムーズに動作をすることができます。まあ、肘から先行するっていうのは、まあ、肩のサイドに負荷を乗っけるためなんですよ。で、肘から先行してうまく動作するためには、持ち手、グリップ自体、手首の、形っていうのが大切になってきます。で、手首をうまくこうやって曲げるためにはサムレスの方が、非常に動作しやすいので、まあね、グリップに関しては、それもイメージしながらやってます。で、次に、肩を鍛えるための上体の位置、上体の位置について、お話をします。サイドレーズをするときにスタンディングでもシーテッドでも基本的にはちょっとね、前傾姿勢で行います。で、これは何でかっていうと、肩のサイドの線ちょっとこうやって斜めについてるんですよね。三角筋ですね。三角筋は斜めに走ってます。で、この斜めの繊維に沿って動作するためには体自体をねちょっとこう前傾してあげると、肩のサイドを、うまく使えるっていうのがあるので、まあ、前傾するんですよ。で、スタンディングでももちろん前傾はできるんですけど、まあ、シーテッドだとね体自体がすごく、安定する、固定しやすいっていう良さがあるので、まあ、そこも、なんだろうな、まあ、シーテッドレイズ、シーテッドでやるサイドレイズの、メリットです。まあ、スタンディングの良さっていうと、すごい重りを扱ってチーティングで動作するときとかは、まあ、勢いもつけれますし、なんだろうな、まあ、良さはあると思います。まあ、あとはちょっとこうアップライトロー気味に勢いつけて、まあ、これも高重量で肩のサイドに乗せるとか、そういった狙いとかでは、スタンディングももちろん良さはあって、スタンディングがダメって言ってるわけじゃないんですけど、シーテッドはどっちかっていうとこうピンポイントに肩のサイドをこうアイソレートしてやっていくっていう種目としてね、すごくなんだろう、今僕の中では結構それが、お気に入り。体をさっき言った状態の位置ですね、完全に起こした状態でやるんじゃなくてちょっと前傾してあげる。で、前傾して、ストレッチ、肩のサイドがストレッチするときは手は体の横じゃなくて少し前、ももの下に手を置いてあげるんですよね。これでストレッチします。そこから上げて、ももの下、手首は少し内側にストレッチ、ストレッチ、上げる。でやると肩のサイドがね、うまく使えます。で、あとやりながら言ったんですけど、これをやるとしっかりストレッチがさせられるんですよね。スタンディングだと体の横、まあ、前でもできなくはないんですけど、シーテッドだと体の横よりは少し前の位置、ちょうど三角筋が伸びる位置が、ももの下に手をこうはめられる、ここに空間が、ここに、空間があるんですよ。膝の下にダンベルがこう通ることによって、まあ、可動域を取れるんですよね。なので、動く範囲、レンジ自体も、長くすることができるっていうのもこの、シーテッドサイドレーズの、良さでも、あります。で、この種目をやる時の、なんだろう、重量とかレップ数に関してお話ししたいんですけど、この種目に関してはこうあんまり重さを負うようなトレーニングは、してないです。はい、なんかベンチとかスクワット、デッドリフトみたいにこうコンパウンドでがっつり重りを扱うっていうような種目じゃなくて、まあ、どっちかっていうと丁寧にアイソレート、他の部位を動員しないように肩のサイドだけで動作するっていうのを、意識する種目です。で、実際に僕は、まあ、重くてもそうですね、10キロとか12キロ、レップ数に関しては結構いろんな、
バリエーションを行ってて、10回から30回、10回から30回の間で、トレーニングをしてます。頻度についてもちょっとお話がしたくて、まあ、フィジークっていう競技、僕フィジークの大会に出てて、まあ、今減量してるんですけど、フィジークの競技に出るにあたって肩ってすごい重要で、まあ、特にねサイド肩の張り出しが重要になってくるので、僕はちょっと頻度を上げるために今5分割でトレーニングをしてるんですけど、肩のサイドに関しては胸の日の最後にもサイドレイズを取り入れてます。はい、まあ、胸と肩は連続ではないので、ちょうど1週間の間で2回肩メインにもうがっつり肩をやる日と、胸の日に肩のサイド、まあ、こういうシーテッドサイドレイズだったりマシン、あのケーブルとかでやる時もあるんですけど、まあ、肩の種目を胸の最後にね肩のサイドをこうパンプさせて、使ってあげる。でそれによってこう頻度を高めるような、トレーニングルーティーンを、組んでます。はい、というわけで、今日の動画はここまでにしたいと、思います。まあね、最近ちょっと肩の種目の、動作のね方法を変えて少しずつ、うまくいってるので、まあ、動画を通して、まあ、肩トレのサイドレイズの、まあ、方法を、紹介しました。まあ、これからこう肩を強化したい方とか、フィジークに出てて、まあ、肩のね張り出しを作って、逆三角形を作っていきたい方の、まあ、参考になったらと、思います。こういう感じの動画が好きだったら忘れずに、LIKE ボタンよろしくお願いします。この動画が初めての方、このチャンネルではフィットネス関連の動画だったり僕のフィジーク挑戦について減量ダイエットについて、まあ、いろんなね動画をアップしているので忘れずに、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Each painful but delightful to live through.